窒素酸化物、窒素酸化物、窒素酸化物、ナイトラジェンオックスイズは、窒素の酸化物の総称。1酸化窒素、脳、2酸化窒素、脳、ア酸化窒素、1酸化日素、脳、3酸化日素、脳、4酸化日素、脳、5酸化日素、脳など、化学式の脳から、ノックスとも言う。自然界において、窒素酸化物は、 雷あるいは土壌中の微生物によって生成される。例えば微生物が多い土壌に豊富な化学肥料を与えると土壌微生物が分解して窒素酸化物を放出する例が知られてる。また、二酸化硫黄、SO2 などの硫黄酸化物、SOX は石油や石炭などの化石燃料が燃える際に発生する。日本では高度経済成長の時代に 工場からの煙などに含まれる、硫黄酸化物、SOX による大気汚染が進行し、大きな問題になった。物質が燃焼する時にも1、酸化窒素や2、酸化窒素などが発生する。この場合、高温、高圧で燃焼することで本来反応しにくい。空気中の窒素と酸素が反応して、窒素酸化物になる場合、サーマルの燃料由来の窒素化合物から、 窒素酸化物となる場合、フューエル能がある。例えば、排気ガスや天然ガスボイラー、家庭用調理ガス器具を含むなどから排出される窒素酸化物は、前者があるジデリ、石炭が燃焼した場合の窒素酸化物は、そのほとんどが、石炭中の窒素化合物に由来することが知られている。4酸化2窒素は2酸化窒素と平行状態にあり、環境中など低圧。 低濃度では二酸化窒素側に偏っている。各窒素酸化物の生成法は当該記事に詳しい。大気から陸上に沈着する窒素量は1890年から1990年の100年間で5倍に増加し21世紀初頭時点では 125TGNY とされており、放出量の80%が肥料が起源で20%が燃焼が起源である。 二酸化窒素、脳自体は中性で、肺から吸収されやすい、赤活色の気体、または液体。細胞内では二酸化窒素は、強い酸化作用を示して、細胞を障害するので、粘膜の刺激、気管支援、肺水腫などの原因となる。一酸化窒素、脳については、1980年代頃から、その生体内での生理機能について研究が進み、 血管拡張作用を持つことなどが明らかにされたほか、この一酸化窒素が神経伝達物質としても作用することが判明した。なお、1998年のノーベル生理学・医学賞は、この一酸化窒素の生理作用の発見に対して送られている。現在でも、その多様な生理機能について研究が続いている。脳、脳を吸入すると、 メトヘモグロビンが生成する。メトヘモグロビンは通常のヘモグロビンに配位されている2か、フェロの鉄イオンが酸化、フェリになっているもので酸素を運ぶことができない。1酸化2窒素、脳は麻酔作用を持つため吸入麻酔剤として医療現場で使用されている。NOX の防除技術としてはバーナーや燃焼法の改善によって低 NOX 化を 実現する低 NOX 燃焼法と、排ガス中から NOX を除去する、排煙脱症法がある。空気中の窒素に禁する、いわゆるサーマル NOX と、燃焼中に含まれる、窒素化合物に禁する、フューエル NOX がある。双方に、有効な方法として、燃焼用空気を2段階に分けて吹き込む2段、燃焼法が、 ガス燃焼から石炭燃焼に至るまで最も広い範囲で用いられている。湿式法と乾式法があり、大型燃焼装置では現在乾式法の一つである洗濯触媒法が主流となっている。沿道部の手前で排ガス中に NH を吹き込み、下流部に設置された触媒反応器で NH3 による脳の洗濯的還元を行わせる。尿素 SCR システム、JR 各社では、ディーゼルカーに搭載されている、ディーゼルエンジンからの窒素酸化物削減に取り組んでおり、JR 東日本の機械 E130 系、JR 四国の1500型などが低排出者である。窒素酸化物は、硫黄酸化物と、並び酸性部、酸性効果物粒子状物質の原因物質で、硫黄酸化物は、脱硫装置により、 液体の化石燃料由来の発生抑制させることが可能であるが燃焼で生成される窒素酸化物の生成抑制は困難である。生成された窒素酸化物は、降雨や霧、湿性沈着や粒子状物質の効果、乾性効果などにより地上に沈着し、森林生態系に蓄積さるとともに、森林への蓄積量が飽和量を超えると流化する。 水の硝酸イオン濃度を上昇させる。これらは、高化学スモックや、酸性雨などを引き起こす、大気汚染原因物質である。主な発生源は、来年期間を持つ自動車の排気ガスであり、平成4年に制定、平成13年改正された自動車から排出される、窒素酸化物及び粒子状物質の、特定地域における総量の削減等に関する、特別措置法。 自動車ナンバー PM 法によって規制されることになる。特に毒性の高い二酸化窒素脳は大気汚染防止法によって環境基準が定められている。脳の環境基準1時間値の1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン打ちまたはそれ以下であること。また、一酸化二窒素脳 アサンカチッソ酸化炭素の310倍の温室効果がある。1970年代にスウェーデンのクルーツェン氏が清掃圏で NOX が触媒作用でオゾン消滅反応に作用していることを指摘し、オゾン層化学に進展がもたらされた。5. おさむき